はいどうも、マフィアカジタです。皆さん、俺が今どこにいるか分かります？分かるわけないですよね、こんな真っ白な背景で。でも実はね、日本にいないんですよ。海外にいるんです。しかもそこがどこかというと韓国。そして韓国はあの NC ソフトの本社に来ております。NC ソフトの本社ですよ。あの世界に名だたるさまざまな MMORPG を生み出してきた NC ソフトで、今回ですね、なんでこちらにいるかというと、ブレイド&ソウル2というゲームのプロモーションで呼ばれたんですよ。グローバルインフルエンサーとして、マフィアカジタがグローバルインフルエンサー。クソかっちょよくない？初めて聞いたけどさ、俺はいつの間にか世界にも通用するようになったっぽいよ。まあね、ありがたく光栄なお話なんで受けさせていただいたんですけれども、まあすごい。日本から飛行機で飛んできて、即車乗って即本社、もうドアトゥードアで韓国を一切味わわず、一切味わわせてもらえず NC 本社だからね、正直ね、外国感が全くないのよ。飛行機降りたら会社だもん、周りの人が韓国語話してるくらいよ、そんなもん、でもね、ここで起きたさまざまな事件というか、まあ事件ではないな、まあさまざまな企画をね提供してくれたんだけれども、私のねチャンネルにもその一部を上げるということで、まあ今回はね、ゲームプレイ、まあ、ゲームプレイの中でも、まあ、基本中の基本であるフィールドマップを探索してみよう的な企画をねお届けしようという形になっております。なので、ね、ぜひぜひこちらのゲーム気になっている人も、あ、知らなかったなっていう人もチェックしてみてください。なかなかねユニークな仕上がりになってますんでね。というわけで本編の方どうぞ。さあ、というわけでゲームをプレイしていきたいんですけれども、今回はね、あの自販機さんがサポートについてくれるんですよ。よろしくお願いしますね。ブレイド&ソウル2日本運営プロデューサーの自販機と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。本当に自販機さんでいいんですか？自販機さんで大丈夫です。自販機ってあの自動販売機の自動販売機の、はい、なんでそんな名前つけられちゃったんですか？いろいろあるんですけど、さっきあのスタッフがあの軽く言ってたんですけど、あの自動販売機みたいに何でも吐き出すんですよってそんなあ、ちょっとあの何でも喋っちゃうんですか？自分の名前にちなんだニックネームでそういう風になってます。なるほどなるほど、はい、いやユニークで日本のユーザーも覚えやすいと思うんでいいと思います。今日はね、何やっていくんですかね？そうですね、やっぱりブレード&スーツといえば、うんうん、冒険ですね。冒険ですよね。そりゃこのブレード&ソウル2の世界を飛び回るのがやっぱり強い魅力の一つなので、うんうんうん、ちょっとそれを体験していただきたい。フィールドを探索できるってことですか？はい、ただあの何も目的もなく、うん、あの探索するのはちょっと厳しいと思いますので、ちょっとご用意をいたしまして、はい、踊ってますね、楽しく踊らせてもらったら楽しそうですね。はい、今ちょっと事前にパーティーを組んでいるんですけど、うんうんうん、マップの方をちょっと開いていただいて、マップですね、 M ですね、はいはい、そうするとですね、今パーティーを組んでいるパーティーの状態がこのマップのどこかに表示されるどこかにマップはず、あれこれこれこれそれですこれ、はい、それが合計3つありますので、なんかみんなバラバラのところにいませんか？これ、そうです。それをここ海の中にいんじゃん。どこにいんだよこれ。それを探しに行って、うん、これ探しに行くの？はい、遠くない？え、端から端まで行っとるのこれ。北海道端から端まで行くのと同じくらいあるでしょこの距離で。これ、移動して行くしかないので、うん、走って行けってこと？うん、じゃあ行こうか。はい、じゃ探しに行きますね、はい、パーティーって今組んでるのどこ状態見れるんですか？パーティー、そうです、さっきのあの、うん、バップ、あ、パーティー状態はここですね、左の、はい、これ、ん？オフラインイベント事前登録、はい、スペシャルギフト、はい、そうです、何かいろいろされている。なんかもう名前がもう商売の匂いしかしない名前ついてますけれども、はい、事前登録ってのは
事前登録、はい、今やってるんですかこれ事前登録。そうですね、今まさにブレード&ソウル2の事前登録受付。ほう、どれくらい、どれくらいのボーナスがもらえるんですか事前登録。 何万人いけばいいんですか。もうめちゃくちゃ美味しい、うん、めちゃめちゃ美味しいが、皆さんお待ちしておりますので、ぜひぜひご参加お願いします。それはね、登録しておきましょう、はい、これここはなんかマップピンとかピンとか置けねえのか、近くまではちょっと行けるんですけど、うん、例えばこの、半月農場入り口とかそこまではまあ自動で、ああ、じゃあここら辺に印とかつけるよりは自動移動ですね。そうですね、はい、了解です。宿地でも大丈夫です、そこまでは。いや、もったいない。せっかくだから、まあ、せっかくだからフィールドを、うん、だってめちゃくちゃ綺麗だもん、はい、こういうところ旅行してよ、本当に。まあ、ちょっとモンスター多すぎるけど。ん？ああ、ここか、半月農場。この辺で今近くに、そう、ね、こいつこいつ、ここなんだよな。そうです。あ、でもマップ状態でも移動できるんだ。あ、マップのこのマーカーの状態でも移動できるんだ、これ。便利だな、これ。迷わねえじゃん、こんなの。あ、で、こっちに向けば、だいたい目的地だから、よっしゃ。俺方向音痴だから助かるわ、こういうの。お、あれなんだ、お、あれなんだ、あれ。そうですね、それも気になるなら触っていただいても大丈夫です。ちょっと待って、なんか、あれ、お、待って、何か拡大したいんだけど、双眼鏡とかない、なんかいるよこれ。何か見つけたようです、ね、あれ隠れた、今ここになんかいたよ。消えましたね。なんかいたよね、今なんかいたって、今これ海になんか落ちても死なないですか。大丈夫です。泳げる、はい、泳げる泳げる泳げるし、水の上を走ることもできます。水の上を走る、アルトを押すと、こう方向機を押しながらアルトを押す。そうです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 、うっそ、すげえ、列変えようじゃん。あ、でも見つけましたね。いたいたいた、これ事前登録さん、事前登録さん見つけました。事前登録さん見つけましたよ。お見事です。いい、お姉ちゃん可愛いね。うん、どう、僕と泳ぎに行かない。とりあえずあれ、1回目の、うん、事前登録さんは見つけたってことで、うん、次の、あ、これでクリアなのね、はい、そうです、事前登録さんはこれ見つけた、これ事前登録で、はい、でもう2人か。そうですね、うん、近い方から近い方、これこの霊光院ってとこ面白そうだな。ここやっぱり市政の民とこう交流を図ら、待て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 、俺のセンサーに今引っかかったぞ。ここなんか可愛いのがいっぱい、旅館、うおー、上がらせろ上がらせろ、うおー、上がらせろ上がらせろ、うおー、くぅーくぅーくぅー、おそらく登れないと思います。くしょう。いや大丈夫、もう俺がデバッグしてやりますよ。ああ、ここなら、うん、よっしゃよっしゃ、すごい、うまいですね。でしょ、はい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 、子供たちよ、おじさんと遊ぼうか、遊んでるんですか、うん、楽しそうですね。ダンスしてるねえ、NPC たちもね、楽しげに過ごしてますね、この辺り。なんか寺院かなんかかな。目的を忘れてた。そうだ。自分の向いてる方向、あ、こっちか。なるほどね。マップのおかげで方向音痴の俺でもなんとかなる。で、あと、こんなに近くなると、うん、このミニマップ上にも出るので、うん、それを、見た方が本当だ、ここに出てるわ、はい、あー、なんかありますね、いたわ、楽しそうな方が、海ではなかった、おー、さぞかしご立派でいらっしゃる、これそそり立っていらっしゃる、その下で踊っていらっしゃる、はい、なるほど、ご利益のありそうな神だ、よいいい、これこれどうやって登った、あんたどうやって登ったの、これどうやってここまで登った、あ、高台から飛び降りたな、さては、そうです、ね、なるほど、その手があったか、おー、あ、こっからな、いける、うん、年貢の納め時だ、いやー、さあどうだ、
よし、見つけた。一緒にダンスでも踊るか。よっしゃ、ダンスバトルだ。ダンスで勝負よ。えいやいえ、オフラインイベントってのは、はい、これは日本でのオフラインイベントのことを指してる。その通りです。どこでやるんですか。地域を回りながらやる予定で。いろんなとこ回るんですか。名古屋と大阪、うん、あと名古屋大阪東京、名古屋大阪東京。おお、楽しみですね。皆さんぜひぜひ楽しみにしていただけると。楽しみにしててね。じゃーん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 、かっけえ。よし、あと一人だ。次はここだな。ここ登るの大変そうだな。すげえ近くにいるけどな。うん、すげえ近くにいるぞ。崖の上ですね。崖の上か、うん、あそこら辺にいるな、ってことはこっち、あ、ここ登っていくんだな、縦は。はい、この滑空が使えると便利だわ。もっと空を自由に飛べたりしないかな。ちゃんとね、ギリジャンを見極めないといかんわけですよ。あぶねー、あぶねー、あぶねー。走りの感性にやられとだった。よし、あ、あ、いた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 、見つけた。すごい。あ、かわいいね。あ、かわいいね。攻撃、うん、あれあれあれ、ちょっと待って、なんでパーティーメンバーだよね今の。なんで殴った。待って待って、魂になっちゃったんだけど。ボタン押したじゃないですか。自動狩りボタンミスって押しただけよ。スペシャルギフトの今回に哀悼の意を示して俺がやったんだけど。ということで俺がスペシャルギフトなしですね。どういうこと。殺されたんで。待って待って、全部わかんないよ。あ、 PK 本になってんじゃん。切っとけよ、なんでだよ。 PK 俺真っ赤になっちゃったじゃん俺。残念です。残念じゃ、残念じゃ、おかしいだろ。せっかく見つけたかわいこちゃんをこの手にかけちまった。殺された。嘘だろ。見てくれよこの悲しみに満ちたこの顔を。背負っちまっただろうが、余計な罪を。スペシャルギフトを見つけたけど、はいはい、何がもらえるはずだった。見事、見つけていただいたってことなんで、うんうん、視聴者の皆様にはスペシャルなギフトをお届けしたいと思います。ちょっと詳細は後ほど。はい、それよりもあのスペシャルギフトちゃん今どこに。俺やっちゃったけど、あの水月湖っていう村に戻って、水月湖にリスポーンしてんの。どこだどこだ、こんなとこだ。どこだ。ああ、今移動します。なんか鬼ごっこしてるみたいな。そうだよ。どこだどこだどこだ。ああ、近くにいます。どこだどこだどこだ。いたー。あ、今いたー。もう一回待ってくれ待ってくれ。違うんだ、さっきのは。違うんだよ、さっきのは。モーションにしますか。もう、はい、違うんだよ、さっきのは。ちょっと、謝罪どこだ。謝罪ねえじゃねえか。謝罪はない。謝罪のコマンドがねえじゃねえかよ。スペシャルギフトっち、もう。殴られた、めちゃめちゃ切れてんじゃん、ほら。ほら、めちゃめちゃ切れてんじゃん。悪かったって、これ、お金あげるから。ああ、これ違うって、ああ、ちょっと、おい、もう一生仲良くなんねえじゃねえか、またやっちまったよ。勘弁してよ、もう、こんな殺伐したゲームなの。もう、ごめん、安らかに眠ってくれ。ということで、うん、見事、冒険終了ですね。うんうん、はい、はい、ありがとうございました。なんかね、うん、楽しかったんですけれども、最後終わり方が非常に釈然としないというか、あの、謝っといてね、ちゃんとこの子に。俺わざとじゃないからって、はい。これちょっとゲームの改善ポイントよ、これ。はい、これをちょっとね、修正しといてくださいよ、はい、お伝えします。はい、ということでね、はい、しっかりと遊ばせてもらいました。はい、皆さんいかがでしたか。まあ、宝探しゲームというかね、フィールド上に隠れている仲間たちを集めよう的な企画でしたけれども、見やすかったでしょう。まあゲームのね、世界観の一端でも伝わればいいと思います。はい、ということでね、次回にも実はこの動画続きまして、次回の動画では日本からはるばるついてきた俺っちも登場します。はい
なかなかね、大所帯でこっちに来たんですけれども、次はねもっと本格的なゲームプレイお見せしますんで、そちらぜひお待ちください。マフィア課長の YouTube チャンネル、チャンネル登録とグッドボタンをいつもありがとうございます。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。チャンネル登録とグッドボタンをお願いします。